出会い系カフェについてどう思いますか？女の子は簡単に買収するために行きますよね。18歳未満でも隠れてあります。雇用ではないのでお店は守ってくれません。男性にやり逃げされてお金をもらえないこともあります。否認してくれなかったり、家庭の中に出されということも普通にあります。風俗で当たる方がまだ良いと思います。明らかに危ないので摘発してほしいんですが、警察にお金を払ってるからされないんですよね。警察官にお金を払ってるパターンもあるんですけど、基本的には法律上問題ないが原因なんですよね。勝手に出会って勝手に交渉して勝手に起きてる出来事なので、なのでお店としては関与してませんなんですけど、例えばその値段の相場はこういうのですよとか、こういうお金の払い方をした方がいいですよみたいな店員さんがレクチャーをしている場合に、お店としてそういう使い方というのをその推奨してやってることで、そこで売買春が行われている場合は売買春に関与してますよねって言える可能性があるので、なのでそのお店の人がどういう説明をしているかだったり、マニュアルとかをまあ録音したりとか入手して警察に持っていくといいんじゃないかなと思います。36歳会社員女です。高度不妊治療の末に子を授かることができ、年配の女性に業務を引き継いでいるんですが、産休復帰したら何の仕事するの、係長は二人もいないよねと思いました。あなたの居場所はもうないと言われたようで悲しかったです。私はこれからどんな風に振る舞えばいいでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。多分年配の女性が嫉妬してるんだと思うんですよね。子供もできて、子供が作れなくてこうキャリアのために頑張ってきたみたいな人だと、自分は子供が作れなかったのにあなただけひどいみたいな、でその後も自分はそのなんか職場普通に戻るなんてムカつくみたいなのがあって、多分その嫉妬っていうのが言葉で出てきたんだと思うんですけど、ほっといてください。嫌な奴は世の中います。ただ別に職場に戻るのは何の問題なく戻れるし、実際戻ったとしても、その、嫉妬でそういうのを口に出しちゃうような人って、基本職場で嫌われると思うので、別にその人がこう、いくら悪口言っても、ああ、こういう人いるよね、めんどくさいよねって、大腕を振って職場に戻ってください。で、職場戻れなかった場合、労働基準監督署に行くとボーナスもらえるので、では職場に戻れるっていうのは権利なので、もし戻れないと、はい戻れませんでしたね、じゃあその分罰金払ってくださいっていうのを労働基準監督署がやってくれるので、なので自分からこう職場に戻らないっていう選択をするとボーナスがもらえない分損だと思います。こんばんは。奨学金を借りて博士課程に通っているものです。奨学金の返済免除内定をいただいていて、最近は半額は返済免除となるんですが、裏を返せば半額は返済の可能性があるので、なるべく借りた額の半分は残すためにバイトをしながら生活をしています。バイトを必要最低限の範囲でしていて、研究も順調にするんですが、周りからはバイトをやめて研究に集中しろと言われます。やはり研究一本で集中するべきでしょうか。ちなみに奨学金分を除いた貯金は150万ほどあります。今すぐ返すわけじゃないので、バイトしないでそのお金貯め続けるだけでいいと思いますよ。要は研究の成果で、それなりのその中、研究が認められて、いい大学に配属されました。で、そこでじゃあ、ポスドクの、ポジションが得られましたってなると、今度給料もらって研究できるようになるんですよね。でもその研究の成果がきちんとしてなかったせいで、要は大学院の後にどっか大学帰りたいって言っても、お前いらねえよって言われちゃうと、その奨学金丸々返さなきゃいけないし、全然違う仕事しなきゃいけなくなる可能性もあるんですよね。なので研究で生きていこうと決めるのであれば、研究の成果を出してきちんとした論文を出して、どっかその大学の職にありつくっていう方向に本気を出した方がいいと思います。別に金返すは別に今すぐやれって話ではないと思うので。なんだろうな、借金の額が増えると心配になるというのは人間の気持ちとしてはわかるんですけど、ただそもそもの研究をするためにお金をもらって研究ができる状況の時間っていうのを買ったわけじゃないですか。まあ修士だったら2年間っていうのを買ったんですよね。要はそのお金は後払いっていう形で、せっかく買った時間っていうのはそこの研究にきちんと費やすべきで、買った時間でアルバイトするとか時間もったいねえっていう気がしますけども、はい。救急医療に携わるものです。いわゆる救急車のたらい回しや不適切利用に関してはどう思いますか？僕、救急車有料制にした方がいいと思うんですよね。お腹が痛いとかで救急車呼んじゃうみたいな人っているので、でもそれでも無料で使えちゃうんですよね。タクシー代もったいないから救急車呼ぶっていう人って結構いるんですよね。電車乗るのもめんどくせえし、タクシー代もめんどくさいからもう救急車呼んじゃえみたいな。っていうのがあるので、僕は救急車有料制にしちゃった方がいいと思ってます。30代で中国に2回1年留学しました40代のものです。留学で世界の人々とルームシェアや交流があり、世界観が変わりました。私自身強くなりましたが、もともとですが、さらに相手に理解されなくなりました。ひろゆきさんならどのように思考を変えますか？多分理解されなくなった理由は、あなたが喋りたいことを喋ってるからだと思うんですよね。要は世界中のいろんな人と話をすると、こういう考えの人がいるよね、とかっていうので、いろんなコミュニケーションの仕方っていうのが学べたりするんですよね。
要はその、そんなにその言葉得意じゃない人同士で話をするときは、分かりやすい単語を使いましょうとか、あと、宗教の人とか、例えばその、イスラム教の人だったら、そのビール飲むみたいな話あんまりしない方がいいよねとか、その相手の状況をおもんばかって、会話の話題を変えるとかだったりっていうのは、割とその、いろんな人種を見れば分かるはずなんですけど、多分その留学をして私はこういうことを知ってるんだから私の話をあなたは聞くべきっていう態度を多分日本人に対してしちゃってるんだと思うんですよね。そうすると別にお前の話とか聞きたいわけじゃねえし、みたいなので、どんどん疎遠になっていくみたいな話になっていくと思うので、その相手の人に合わせるっていうのをきちんとやった方がいいんじゃないかなと思います。19歳男です。13歳の頃から自殺願望があり、高校に入学してからその願望が強くなって全てにやる気が起きなくなり、それ以来憂鬱な日が続くことが多くなっています。多分うつ病か適応障害なんですが、もちどちらでもなく健康ですと診断された逆になんです。よかったらアドバイスなどお願いします。カウンセリングの人って別に万能ではないんですよね。結局、病気とか怪我って、見れば 100% わかるじゃないですか。もう、腕折れてますとかだったら見れば、折れてるね、みたいな。なので、その病気とか怪我って、どんな医者でもその診断変わんないんですけど、マニアックな診断難しいのも多少ありますけど、だからその心の病気って、基本診断ずれまくりなんですよ。その人によっては、はいはい、もう境界例ですとかであったり、人によっては、あれこれ ADHD かなみたいなのだったりとか、あと人によっては全然 OK です。何の問題もないですって言っちゃったりっていうのが、心の病気に関していくと、診断っていうのを一人の人のあんま信用しない方がいいですよ。要は100% 俺の診断が正しいって言ってる心のケアをするカウンセリングだったり、精神科医がいたとしたら、そいつ嘘つきです。はい。ので、精神科医も基本的にはその、100% その人の状況が把握できているわけではないので、症状が 100% 正しいわけじゃないけど、僕の見立てだと、こういう風に見えますよ、みたいな言い方をするので、この人分かってくれてねえなーっていうのがあったら、他の病院行くといいんじゃないかなと思います。41歳、市役所の公務員です。公務員はホワイトと言われますが、近年予算不足で人員削減なり、土日のサービス残業も普通にあります。さらに、うちの市役所は不祥事が多発し、事務処理の支えたミスでも人事が懲戒処分を連発しています。職場環境の改善をせず、職員に懲罰的な行動をし、組合も機能せず、ブラック市役所です。ひろゆきさんなら辞める選択肢のない場合、どんな立ち振る舞いをしますか？懲戒処分のその事務処理の些細なミスで給料が減りましたっていうのであれば、多分裁判やっちゃいますね。要は通常このレベルのミスであれば、懲戒処分になるのはおかしいよねっていう裁判を一回やると、仮に裁判負けたとしても、こいつめんどくせえから懲戒出すのやめようってなるんですよね。要はそれでまた裁判2件3件で起こされたらめんどくさいよねって。で、民間の場合って、その自分の職場に裁判を起こすようなやつって、マジ排除しようってなるんですけど、公務員の場合ってそれできないんですよ。なので、裁判を起こしたことにより不利なその待遇っていうのをやっちゃいけないってことになっちゃうので、なので、実はそこら辺はさっさと弁護士さんに相談して内容書に送るとか、裁判に訴えるって方が早いんじゃないかなと思います。弱い人から順番に嫌がらせをしていくので、こいつめんどくせえな、強いなって思うと嫌がらせされなかったりしますよ。いじめと一緒で。先週三橋さんっていう経済に詳しい方と話をしたっていうのをちらっと言ったと思うんですけど、無駄なお金を使うと経済は縮小して死んできます。だ例えばじゃあ、みんながじゃあ1000兆円を、じゃあみんなでパチンコ屋に行きましょうって言って、1000兆円をパチンコ屋で使いました。で、使った1000兆円のうちの500兆円が北朝鮮に送金されました。はい、日本の経済は良くなりますか？ならないじゃないですか。なので、正しくお金を使えば経済成長するんですけど、間違ったお金の使い方をすると経済成長はしません。なので、日本だと、パチンコ屋さんっていうので、その賭けごとにバンバンお金を使う人っていうのに、いくらそのお金が回ったとしても、そのパチンコ屋さんにお金を使うことで、日本の何らかの価値が上がるってないんですよね。自動車いっぱい買いますっていうので、自動車バンバン買ったとしたら、トヨタ自動車がもっといい自動車を作ろうっていう技術開発にお金を回して、じゃあそのハイブリッドだったりとか、他の国の自動車メーカーが作ってないような技術の車を作ったりするんですよ。なので、研究開発をして良いものを作ろうと思っている企業の商品を買うとか投資をするっていうのは、その結果として生産性が上がったりとか、いい商品が生まれたりっていうのがあるんですけど、そうじゃない形で、単にお金をぐるぐる回してるだけだよねっていうところにお金を使うと、残念ながらお金っていうのは無駄になります。っていうのがあるので、お金を回すだけ回した方がいいよねっていうのをざっくり言うのは、ざっくり間違いではないんですよ。
ただ厳密に言うと、そうじゃないところにお金を使いがちなんですよね、日本人。例えば、ビールの新製品、日本出しすぎ問題っていうのがあって、その、まあ、バドワイザーっていうビールメーカーってひたすらバドワイザーを売っていて、で、アメリカ人ってひたすらバドワイザーをずっと飲み続けるんですよね。で、別になんかキリンビール好きだからってなんかキリンの秋味とか、なんか春になったらこれだよねとか、その季節ごとにこう変わったビールを買うみたいにやらないんですけど、で、日本人ってそういうので、新しい新商品に飛びついて、新商品買って、古い商品売れなくなって、で、また新商品買ってってあるんですけど、やってること全部同じビール飲んでるだけなんですよね。なので、その、一生懸命新商品を作って、頑張って開発して、デザインして、ラインを構成して、っていうのって、実はあれ無駄なんですけど、でもなんか、それにやってることに意味があるんじゃないかっていうので、ずっと頑張り続けるんですよね。で、そのビールが海外で売れてるんだったら、外貨を稼げるのでいいんですけど、残念ながら外貨全然稼げてなくて、日本国内だけでこう、ぐるぐる頑張って一生懸命働いてますと。で、儲かんないからサービス残業してますみたいになって、日本人の時給って全然上がってないんですよね。20年間経済成長率が接種の中でビリッケツなんですけど、なので給料全然上がらないです、日本って。っていうのがあるので、その正しくないものにお金を使うっていうのが良くないっていう価値観がちゃんと広まった方がいいんじゃないかなと思ったりします。まあ、例えばそのなんかそんなに可愛くもないアイドルと握手をするために100万円払う人とかもいるじゃないですか。あれお金の無駄だと僕は思うんですけどね。